ていうかお久しぶりです。そうですね、お久しぶりです。さっき聞いたら4年前。そうですね、うん、そういう気がしないんですけど。全然しないですね、なんか、うん、あ、でも展覧会自体はそのぐらいかなとか。でも帰りに皆さんで食事した時の、うん、2年ぐらい前かな、2、3年前かと思ってたんですけど。そう、それ以来ですけど。ですよね。まあ本当はショート美術館でやるはずだったのはコロナ関係もあってってことなんですかね。僕のあれですか、あれ、このアトリエで。コロナので、ですよね。でも僕にとってはすごい嬉しいことにアトリエが見れちゃうっていう。狭くて散らかってて。ここで毎日のように。毎日そうですね。今朝もいました。何時ぐらいにいた、例えば来るっていうルーティーンあるんですか。あるんですけどね、うん、もう話すのも恥ずかしいぐらい。制作が始まれば、うん、まあ夕方来て、うん、中野くんは女子のアシスタントやってもらってる中野くんは午後、うん、入ってくれて、うん、僕は夕方ぐらいに来て、うん、それ中野くんは7時に帰って、うん、僕は明け方の、季節によるんですけど、3時とか、今だと4時半ぐらいまでいて。夜ずっと。ええ。あ、そうなんだ。まあでも何もしなくても、もうテレビ見たり、なんかダラダラしたり、何あるわけでもなくて、うん、うちにいても居場所ないっていうか。いや、ここにいたいってこと。まあ割とそうですね、居心地いいですね。それは、なんかあっと思ったら、すぐ何かができるとかいうことですか。はい。なんかあのそういうことだと思いますね、うん、ほとんど数歩歩けば、うん、用が足りますので、うん、だからデッサンなんかもやりかけのものをこう置いといたりして。なるほどなるほど、はい、じゃあ割と複数走ってるって感じですか。割と最近そうなりましたね。小さいものを描くようになったからかな。あ、前は大きい、こう、ここら辺とか、あっちの壁に貼って、ああいうの1枚、とにかく1枚、なんとか自分で良しと思えるまでこう食い下がるやり方で、うんうん、あんまりその間に別なデッサンとか、あんまりしない方だったんですけど、うん、ここのところ彫刻の数が減った分、そういう小さいドローイングっていうかな、デッサンが増えて。ああ、面白いですね、でもそういう。結構やりかけのものを置いておくと面白いですね。あの刺激し合ってっていうことですか。そうですね、刺激し合ったりちょっと気がついたら手加えてみて、これ以上進むと危ないかなっていう時に。あ、それ小説でもあるんですよね。そうでしょうね。これ以上やれるけどやっちゃうと、多分違う方向行っちゃうなって。そうなんですよね。やめる勇気必要ですよね。すごくわかりますね、うん、それでまあ置いといて、それでそのままになって、で結構良かったじゃんっつって、そこでやめちゃうこともあるし、それからあのやめといて次のやつをやっといてやり始めて、うん、でそれをこうなんか進めてるうちに、例えばその前のやつよりもずっと良くなったなと思ったら、うん、そしたらこっちをまた、うん、補強するみたいな、補強して怖がらずに手を加えられるっていう感じで、そうするとこういうことが起きたりして、切磋琢磨が起きちゃうみたいな。そうですね。あ、面白い。今ちょうどやってるのはそんな、これなんですね。そう、うん、あそこにあるんですけどね。置き場所が あれだったんで、ちょっと工夫して逆さまに置いて、うん、それがねすごい不思議なんですよ。いや、それはね、やってみないと、やってみると、うん、分かる、起きてくるんですよね。あの、そうなんです、たまたまね、この1枚にちょうどいいようなこの半分ぐらいの板が、うん、もうなかったんですよ、うんうんうん、なので、それで大きい板に2つ貼るんですけど、でも同じ側にちょっとこれ持ってきて、それ貼ってみてください。平越さん、これ超面白いですよ、この作る人間たちにとって。こんなことしてるっていう、つまりこっちから見てるのとこっちから見てるの、まあ両方見えるっていうのもあるんですけど、はい、あそこの場合にはですね、うん、この半分の大きさ1枚分しかこうなかなかうまく置けないんですよ、うんうん、で、これをこうやって 2枚2つ置いて、うん、で、これがこっちへパタンって倒れないためには、うん、ここに画鋲を刺したんですよ。止め、引っ掛けるように。あ、ここを引っ掛けて、そう、ここを引っ掛けてこっちへ倒れちゃわないように。そうすると、これを書いて、ある程度書いて、うん、迷ったりなんかすると、うん、これを逆さまにするんですね。それを逆さまにして、こっちのやつにちょっと気晴らしにこう手を加えたりして。そっか、これ同じ側にあるとなんかこう2枚変えてみたいな感じになっちゃうから、もうこれに集中したいってことですか。あとはね、ここ同じ側にあるとここ手を押しますよね、うん、木炭でも、まあ、はいはいはい、柔らかくてもちょっと押します、うんうん、
そうするとパタンって倒れる。それだけのこと。それがだから大した理由はないんですけど、ただやってみて面白かったのは、これいじってますよね、はい、逆さまに見えてますよね、はい、するとそのいい感じかとか綺麗かとかっていう美人かとかっていうのは分かんないんですけど、うん、左右のバランスが合ってるかどうかっていうのはすごく分かるんですよ、逆さまだと。そうなんだ、ええ、だからよくあの受験生のデッサンなんかでも、はい、途中でこう逆さまにしてそれで離れてみなさいっていうのはあの上等句なんですよね。なるほど、自分で補正をかけないものが見えるってことですね、多分なんかそれ顔って補正かけちゃう、顔ってならずに、はい、あの人の顔ではなくてただ物として左右のバランスとか比例とか、あるいは何だろうな、こう曲がり具合とかが正しいか正しくないかっていうことだけが見えてくるので、面白い。それでそのあ、そうか、じゃあ逆さまにしたままにいいやと思って、うん、で時々こう向き変えてあんまりこう人に教えするのは、いやすごいすごい面白いですあのつまり書いてる時に同じ、まあ、その影響を受けないように遠ざけちゃう人もいるじゃないですか、はい、きっと、はいはい、この小説でもそういうことは、まあ、あんまり近くで書いてると同じに、ね、っていうか同じ発想になっちゃうのを怖がってるのかな、でも船越さんは全く恐れずですね。まあでもこの場合にはその同じようなもあのモチーフ の、うん、あのデッサンをしようと思ってたので、もともとそれがあるから同じような顔の、うん、だから2枚ちょうど、まあ、どっちかが生き残ればいいっていうような感じで書いてたので、まあ、両方とも残すかもしれませんけど、それはやっぱりあの 手でやって手を動かしてみないとわからないっていう世界になんですか、そのいやあの生き残るものがあるかどうかがわからないって、それはうん書いてみないと、あのなんていうんだろうな、そのデッサンの出来、うん、残していいものかやめちゃった方がいいのかっていうのはやっぱりこういじってみないとわかんないってとこがあって、うん、なんかほんのちょっとのこう心とか気持ちの違いなんですけど、うん、何か例えばちょっとこれうまくいきそうじゃん、いい顔になってきたぞなんていうのでやってると、うんうん、なんかすぐこうなんて言うんだろう、スケベ根性が絵に現れて、それでなんかどっか崩れていっちゃうっていうのはあるよくあるんですよね。純粋じゃなくなる感じがしちゃうみたいな、だからなんかおかしいぞ、直さなきゃ直さなきゃって勢いだけでうわーってやってダメだダメってこう消したりしてるだけで、ハッと手止めた時に、うん、あれと思って見ると、あれこれ今やめた方がいいぐらいもしかしたらいいんじゃないのっていうのはよくありますね。それはだからあんまり計算でできないっていうかな、僕のやり方は。うん、それ彫刻でもあるんですか。割とある方だと思いますね。デッサンでもあるし、ええ、彫刻でもやっぱり、彫刻でもやっぱ途中で結構やめちゃうことあるんですか。やめることはほとんどないんですけど、うん、しつこいので、うん、だけどそこはしつこく、さすが、そこは食い下がるんですよね。さすがです。だけどあのあこれ大幅にこっちがとにかく、うん、例えばこのこういう面がですね、うん、開きすぎてたなとか、すごく大きな間違いに途中で傷つくっていうことはあって、そうするとあの割と大幅にだいぶこう目鼻綺麗に始めてたけど、こっち側のほっぺたから側面削ってて5ミリぐらい落としちゃうとかっていうことはありますけどね、全体的に。つまりやってみて出てきたものが、まあ次々あるっていう世界になりますよね。そうですね、それは向こうが教えてくれる世界があるっていう。それはすごくありますね。うん、途中からデッサンの時にも分かってなかったことが見えてくるとか、あの木彫で。あ、現実にこうなんていうの、形が目の前で変化していきますから、はい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 、ちょっとしたことでもう、そうバランスが全部変わってくるってことですよね。なんかさっきまでは荒っぽいけれども全体として響き合ってちゃんと全部がこうつながり合ってたようなものが、ちょっとここスケベコンテを出してなんかいじったことで、そのさっきまで出来上がってたバランスがバラバラって崩れるのは、だけどそこで諦めちゃダメだって。プロは僕は割とそうですねその後全部やり直していくっていうことですか。まあ、ここは直してここ直して、そうですね。それとかもうあのただうわーってなんか叫ぶみたいにしてガリガリやって、うん、もうあの落とす先落としちゃってみたいな、ダメならダメでいいや、捨てればいいやっていうような時でバーって気持ちでやってっていうことも今までもやっぱありましたね。うん、で案外それの時にその自分じゃ普通こういうことしないのに
よくこんなものができたなっていうのはありましたね。自分を超えちゃうってことですね。だと思いますね。何かが降りてきちゃうっていうのは、人によってその言い方違うんでしょうけど、今回もやっぱり出てる作品で、あ、そうなんですか。一つありますね、なんか明らかに。どんなやつですか、佐々木さんのパンフ。いや、もう最初のやつ、コロナですけど、あの森へ行く日っていう、ここがすごく狭い、ここにあの黒いゴムを貼った作品ですけど、あれはなんか普通で言うとここ狭すぎますし、変な顔ですし、鼻が長すぎたりとか、ただそれ、まあとにかくガーッと勢いだけでやったんですよね。それ途中からそうなったってことですか。あれはね、いや、初めになんか初めからそうだったんですか。割と、あ、木が少ないのしかなかった。これですよね。確かに普通だったらバランスが、あれ船越さんのやつだなのかなって、ね、あれって思うけど、こうなっちゃったっていう。そうですね。それで一回はね、ほかしといたんですよ。これダメだと思って。そういう時置いとくんですね。そうですね。捨てはしない。もったいない。記録としても、そうですね、いいかもしれないから。で、置いといたら、なんかその僕ら若い時にやったグループ展で急遽なんか秋の展なんかやるとかっていうことになって、で出品しろってことになって、うわ時間ねえじゃんと思って、じゃああのやりかけのひどいのを何とかしてみるかなと思ってそれでやってみて、それでまあ時間切れになって、で展示に行って、うわと思ったんですよ、最初は、それで出さなきゃよかったなとかって思い、そんなような気持ちあったんですよね、ところがなんか1週間ぐらいしたら、これは俺が作ったとは思えないけど、これ結構いいんじゃないかなとかって思い始めて、面白いですもんね、目を引く、まず目を引くことは確かで、そうですね、だからそういうことも起きるんで、なんか面白いですね。不思議といえば不思議なんですね。不思議ですよね。とかやっぱり作り続けないと起きてこない現象ですよね。それはそう本当にそうだと思いますね。そのことがやっぱ前提になって、やっぱり人は作る人は作り続けなきゃいけないんだなっていうことが、すごいよく分かるね。なんかそのだから面白いなと思うのは、美術ってこう丹念に、その自分を律して、丁寧にこうやっていけば必ず良くなるかっていうと、そういうこともあるけども、そうじゃないんですよね、なんか、もういいやと思って遊んじゃったら、急にすごくシリアスなものが逆に出てきたりとか、そうですね、ありますよね、ありますよね、あれはだから、こう逆に考えると芸術っていうものが持ってるその、懐の深さっていうかなのかなと思ったんですけどね。だから真面目な人がいい作品作るともう言い切れないし、言い切れないし、ふざけてればいいってもんでもないし、そうなんですよね。殺人者で天才もいたし、確かにそれは言いますね。だから不思議なもんだなと思いますね。だから時々思うんですよね。その芸術とか美術なんかは、文学もそうでしょうけど。作家が本当に作り出したのか、ああもうその問題はもう、まさに思いますね。芸術が勝手に生まれたんじゃないのこの人を通って、そうなんですよね。なんか俺にそんな力あるはずはないけども、なんかそのあの時これ俺だけでは絶対できなかったよなっていうのは、なんかさっきの作品なんかも そんな気がしましたね。普通の俺じゃこんな顔作るはずないんだけど、確かに。なんか自分が使われてる感じのものすごくする時が、その時は確信がありますね。もうこれいいものになるんだろうな、でもよく書いてあることがわからないと思って書いてます。きっと誰かがこれをいいと思ってるからここに現れてるんだろうな、使ってください僕をって感じで書く時ありますね。ちょっとその言葉をいただいておいて、ちゃんと覚えとこう。いや同じことですよ。名越さんがおっしゃってたことと、なんかの時に芸術の懐は深いっていうこともまあそうだと思いますし、美がどうだとかってこうなってるけど、向こうがその広さを教えてくれちゃうってことでしょ、名越さんの。本当にそうだと思いますね。なんか気づかせてくれるっていうか、こんなことはあんま考えたことなかったのにとか、なんでそんなもんはやってきたかなとか。でももう作業を始めるときはビジョンがあるわけですよね。さっきの2枚のやつも同じ系のものを何枚か描きたい。そうですね。
ちょっとあそこのも下に置いてあるあの薄い青いバッグが綺麗なやつですね。それはそのなんか頭の上にいろいろくっつけてみようかなと思ってやってるんですけど、ね、これシリーズとしてまあそうですね、今まであの体につけたことはあったんですけど、はい、頭の上はあんまりなかったんですよ ね、 ことですよね。でもこれをやってるうちに、まあ、さっきのお話じゃないですけど、ええ、違うものが出てきちゃう時が、つまりシリーズを離れちゃう時があるってことですか。またあのそうですね、あんまり喋っていいのか、今度萩原作太郎のなんかトロフィー代わり の首みたいなものを、うん、ちっちゃいの作んなくちゃいけないんですけど、うん、これを書いた後に、まあ、作太郎は作太郎でちょっとデッサンしたりしてたんですけど、うん、あれそういえばあの人フランスへ行きたいっていうなんか詩があったなと、うんうん、でなんだっけフランスはあまりに遠しとかって、うんうんうん、そうかじゃあノートルダム寺院とかセーヌ川とかこの行かせてあげよう行かせて頭の中にもあるだろうしとかそうですね、ちょっとそれを思いついてあやってみようかなと思っているところで、うん、まあやね、おやりになってくることがミックスしてくるっていうか、そうですね、こうね、交差してきてスパークしちゃうっていう、そうですね、全然違うことで、まあ、思いついたか出てきちゃったことなんだけど、別のところでやってたこっちの仕事に何かこうあのビビビビってつながっていくっていうようなことが、うん、あの起きることがはありますよね。面白い。それもやっぱりさっきおっしゃったやり続けてないと出てこない、そういうことですよね。やり続けているから出てくるし、こっちもそれで続いていくんだろうし、こっちも続いていくんだろうし、ね、どっちかが終わりってことが多分ないから、ね、越境できるっていう、はい、だから割とそういう、なんていうんだろうな、このシリーズはここまでガーッと、はい、やりきりました、うん、じゃあ次のシリーズですっていうふうに綺麗には、うん、いかない、あの分かれてはいかないですよね。以前にやってらしたあのシリーズはとか、いや、やめたわけじゃないんだけどなとか、まあ、今なんとなくしてないんですよねっていう、そうですよね、きっと何かのものすごい興味があってそれをやって手掛けてるわけだから、 そうですね、うん、そういう発想はあの割と頻繁に出る方なんですか、それとも何年かに一度だけドーンと来る方なんですか、シリーズのそのすごいビジョンみたいな手応えのあるのはやっぱり何年かに一度って感じじゃないかなと思いますけど、うんうん、ただいろんな、まあ、つまんないことは、まあ、ちょこちょこ思いついたり、なんかテレビなんか見てて、その、うん、はぁーと思ってこうなんか頭の中で勝手に転がっていって、そっちの方が考えちゃってだんだん、あ、こういうのもありかな、ああいうのもありかなとか、うん、なんていうの、コロコロ進んでいくってことは時々ありますけど、ね、うん、でも問題は年を取ると忘れてしまうじゃないですかこの問題どうなさってるんですか。僕はメモですね。あ、やっぱりメモですね。こういうのやっぱりメモですね。みんなメモですね。うわ、ここにどっさりあるわ。でちゃんとなんか使えそうな意味があるようなのはそこに貼ってあるんですよ、ね、あ、これか、ええ、何の引用なんだろうなと思って、刺激を受けたやつをまず書くし、ええ、アイデアでもあるってこと、ね、自分の思いついた言葉もあるし、なるほど、なんかあの有名な作家とか、うん、なんか表現者の言葉とかで、うんうん、すごくなんか意味がありそうっていうのはその辺にちょっとランクアップするんですよね。っていうことは船越さんってやっぱり言葉の人でもあるってことですね。じゃないですか。なんかそう言われるとどうか。だってメモのもこっそりあるし、まあ、ありますけど、これも結構詩とかね、誰々の言葉っていうものがあって、そうですね、で神言みたいなやつですけど、あ、こういうことにビビビって来られるんだなって、ビビビってきたり、それからこうなんて言うんだろう、人間として大事にしなきゃいけない話だなとかっていうのもありますよね。覚えとかなきゃなってとか、だから、まあ、でも言葉はでもほとんど言葉を発しないような人であっても、うん、頭の中で多分ものを考えるっていうのは、うん、言葉がこう動き回るんでしょうから、うん、そうですね、まあ、概念がというか ね、 ね、何かだからある程度やっぱり皆さん大事にしてるでしょうから、うんうん、ただまあでも僕あれなんですよね、なんか自分じゃ本当にその読書が苦手なのに、うん、読書への憧れだけはすごくあって、うん、それで、人間の作り出したもんで一番美しいのは、うんうんうん、本じゃないかなって。本当ですか、すごいですね、うん、それは
え、だってそう思いますか。僕からしたらその美術にはかなわないなって。もう本当に例えばですよ僕は散文家ですけど、まあ、言葉の中でも詩人はすごいなって、俺たち俗っぽいよな、説明家業だもんなってやっぱ思ってますしね。やっぱそういうお互いそう思ってるのかもしれないけども、でもやっぱり書籍、はい、そのなんかこうしっかりした本っていうのは、うん、まあ、見た目も、うん、すごいのはすごいですけど、うん、そのこんだけの空間の中に、まあ、例えばなるほど、そう見るんだ、はい、今わかりました。なんかね、うん、まあこんなもんですよね、本。そうだ、文庫なんていうのはこんなもんの中にあんだけの概念だとか詩だとかなんとかが、詩のような言葉が入ったりするってすごいなって考え方ですよね、うん、なんか思想なり、歴史なり、風景なりが、うんうん、こんな中にあるわけですから。確かに確かに、なんかやっぱすごいなと思いますし、うん、あとそのものによっては本当に、うん、あの彫刻っていうか美術作品としても美しい本だなってありますよね。まあありますよね、本当あります。船越さんの想定もね、いくつか、まあ、僕らはそういうもので触れてる世代も たくさんいると思うけど、それ以外にもその半径でその紙使ってこういう切れ味で、こうかっていうことですよね。そうなんですよね。だからじゃあいっぱい買っちゃう。いやいや、それほど買ってないですけど、うん、ただ時々は買うんですけど、でも書店行って、おっつって、綺麗だなっつって、めったにそんな書店入ることないんですけど、だから、とにかく、なんかね、活字を実際読んでいくと、途中で違うことに頭がイメージが広がっていったり、で、なんて繋がって転がっていったりしちゃって、ストーリーじゃないところへこう映像が見えてきちゃったりして、あれ今何書いてあったんですか、また耳を戻んなきゃとか最高ですね。いやいやいや、そういう読者に向けて書いてると言ってもいいっていう か、 そうですか。やっぱりそれはあの刺激を受け渡したいっていう、最終的に大きく言えば、僕が例えば本やいろんなものから得てきた刺激でのうちで、あれかっこよかったよなとか、あれズーンときたよなと、うん、あんな感じを手渡したいんだよなと思って説明の違う描写をしてるだけだから、言ってみれば人のみ人のみみたいなもんですのかもしれませんよね。でも全体ではあんな話になってるけど、言いたいことは見た時読んだ時のこうその人の中にどうなんかこうすごい刺激を与えるかっていうことですよね、やっぱり。それは僕たちその書く人間はただ明らかな違いが、まあ、船越さんとの違いがあって、受け取り側がそれを読んでるかどうかがわからないっていう、外から、まあ、まず自分の小説見てる人、あ、読んでる人に出会うことはまずない。たとえ、まあ、1、2回はあったこと、偶然あったんですけど、でもどこをそのページのどこを読んでるかはわからないんですよ。これはなんかね、閣下総用っていうかね、あの面白いのかなとか、あそこはちょっとゆっくり読んでほしいんだけどなとか思うけど、まあ、声もかけられないし、そういうものですね。でもそこから刺激、そこにずっといてくれれば、結構長い時間いてくれれば、あ、このページは成功だって思う。そうすごく似たことある。そうですか。あ、見て、中国の見て。展覧会なんかに僕が自分で、なんかでいた時に、はい、自分のでお客さん画廊に入ってきて、はい、見に来て、え、もう帰るの嘘なんかそうですね。それはね、やっぱり時間かけりゃいいってもんでもないけども、まあそうですけど、やっぱりじっと一応なんかをこう受け取る時間は置いてほしいですね。それはありますよね。そうだ、僕あれだ、つまり時間芸術じゃないから、よりあのその人の時間を少しはもうちょっとはとどめておいてほしいなと。そうですよね、うん、映画だったらね、まあ一定の時間で行くわけだから、まあ一定の時間で見てるだろうなっていうことはわかるけど、はい、そうですね、それで傷ついたりはするんでしょうね。面白いな。しますよね。なんか作品何点もやった、うん、古典、画廊の古典なんかで、うん、5分ぐらいで出てっちゃう。それはいかにも早いですね。見切ったみたいな感じで。
もっとちゃんと見てほしいですね、それは。でも、あの、他に映像とかは見るんですか、どこですか。映像からはビビッと来たりですか。ああ、来ますね、うん、それは。映画とか、まあ、最近はテレビで映画見ることが多いから、あとは、まあ、まあでも古いやつから何かでやってますからね。そうですね、来ますからね。から、なんか映像で何か感じるとか、あるいはイメージ膨らむとか。それは筋よりも形の方が強いんですか。見る、あ、なんか来ちゃった、コロコロ転がっちゃったっていう時の。まあそうですね、形とか、なんか、なんだろう、あれ、表情とか光とかありますけどね、うん、でも、なんだろうな、ストーリーからもなんか、とか、まあ、全部ですよね。ありますね、映画多いですもんね、うん、その、いろんなもの使ってくるじゃないですか、うん、そうですね、音楽とかね、すごい手を使ってます、いわゆる総合芸術っていうけど、ね、まあずるいですよね。めちゃめちゃいろんなこと使えるんだもん、ね、映画は。年寄りまで綺麗になってたりして。バラの名前なんて、ね、ああ、ウンベルト・エイコ原作、はい、はい。最近そのウンベルト・エイコの言葉を、うん、なんだっけ、テレビの100分で名著っていう、あれで仕入れてから、うん、なんか、まあ、すごいなと思う言葉が。どんなような言葉なんですか。なんだったっけ。大まかにお願いします。理論化できないことは物語らなければならない、うん、なるほど、そういうこと言うか。それはね、僕はすっごい救われましたね。あ、救われた、うん、なんかそのこういう具象 の、うん、あの作品作ってて、人間の姿だけ使って、うん、それでなんていうんですか、理論的に僕の作品の何が、うん、その芸術の中で、うん、彫刻の中でこう存在していい意味が、うん、どういう理論でその意味が成り立ってるかとかっていうのはしっかり自分でも分かんないしなとかっていうのを思ってて、その時にその理論化できないことは物語らなければならない、うん、だからちゃんと物語ればいていいよって言われたような感じがして、うんうん、そういうことですね、ですよね、きっとね、多分その中に理論もおのずと含まれているのだしっていう。ああ、そうか、まあ別の理論でしょうけどね、はい、つまり理論化するような理論ではない理論を物語は言えるって、逆に言ったら言えるのだっていうことなんでしょうね。ちゃんと物語ればっていうのはいいんですね、それでもっていう気がして、なんかお奉行様って感じ。助かったって。ああ、それはでもいい言葉ですね、っていうかいい言葉だし、考える余地がいっぱいあっていいですね。そうですね、うん、このことかな、あのことかな、そうですね、うん、なんかだからそんなのとかを、うん、映画のバラの名前、うん、すごく好きだったんですけど、うん、ただそれ見てる時にはそれほど そういう言葉は出てこない、うん、思わつかなかったんですけども、あ、この映画のストーリーを考えた人が、うん、そういうことを言ってくれたんだと思ったら、うん、なんかすごくなんていうかな、楽になったというか、救われたというか、うんうん、まあ、船越さんの中でもこう聖なる、まあ、職業の人とか、ええ、そのヨーロッパのその時代の修道院の人かなとかっていうモチーフがこう出てくるから、うん、まあ、あれは映像的にも、ね、きっと好きなんでしょう。なんかインパクトありましたよね、うん、それとか修道士たちの姿が、うん、面白いっていうかな、うんうんうん、年取ってかっこいい年寄りの修道士もいたし、うん、不格好なんだけども、なんか味のある、美術的には面白いなるほど、美術的には面白いなんかそんなのはいろいろ出てきたりして面白かったですね。そうですね、僕はやっぱあの辺のやつで、あ、やっぱり面白いなと思ったのは、まあ、当時は要するに黙読ができなかったっていうのはなんとなく理論的には知ってたけど、はい、こういうことかって思うほどみんながこう口に出して読むじゃないですか、あのことの面白さですよね、僕はね、そのやっぱり本の方に行っちゃうのかな、うん、興味。でもその要するにさっきたまたまその自分の本を読んでるところがどこかがわからないって言ったけど、それは黙読の時代からこっちのことで、あ、うん、その当時はどこを読んだかが全部誰にでも分かったわけじゃないですか。で、その時と今の書物っていうものの意味が違ってるんだなって、うんうん、で黙読しない音読する書物の時代もそれはそれですごく面白かっただろうな、それやってほしいなってこう、うんうん、
声に出して読みたいじゃないけども、うんうんうん、そういうこう面白さもあるから、いろんなやっぱり今本ってこうだなと思ったことはやっぱり常識じゃないっていうことですもんね。うんうんうん、そうですよね、うん。声に出して読むっていうのは面白いですよね。今、うん、今から考えると。そうそう、今から考えると面白い。そうですよね。しかも黙読できなかったっていうんだから。あ、うん、それが。そう面白いですよね。できなかったことが人間にあって、ええ、我々と何世紀か前は我々とできることが違っていたっていうことは、うんうん、まあ、ある意味救いでもあるし人間に対する捉え方の幅にもなるでしょうし、そうですね、なんか人間とはこういうもんだとかっていうのがたった数百年でそんなに違うことができるようになるっていうのは、うん、その音を出さずに読むとか面白いですよね。面白いですね。昨日か一昨日もニュースで、まあ多分そうだろうなとは思っていたことだけど、まあ、何千年前かなんかの遺跡を見てみたら、うん、狩猟に出かけてる人たちの 性別を見てみたら、うん、3割から5割が女性だった。だから女性があのこっちにいて狩猟したものをこう料理してたっていうのは思い込みで、バンバン狩猟狩りをしてたんだっていう証拠がまあ出てきてっていうニュースになってて、はあ、はあ、面白いなって、そういうこと、僕らのこう常識がガラガラガラって崩れると、うん、だったらあの時書いたこともちょっと全然違うなとかあのシーンダメだなとかっていうこともありますけどそう言ってました、まあ、全然関係ない話ですけど。いやいや、でも それちょっと面白いですね。面白いですよね、なんかそれはメモしないとそう、メモしないとまずいかもあと僕これはい、だいたい、まあ、いつもここにでおやりになってるんです、はい、あのここから上は、ね、うん、で平均何本ぐらいを主に使うんですか。ここにあるので基本全部ですか。あ、いやいやいや、まずでっかく切って細かい作業の要するに最後の方で使う、ね、最後の方のメンバーなんだ。そうですね、細いですもんね。初めの方の荒彫りっていうか、そういうのこんなのもありますし、一番幅の広いあれかな、これがめちゃめちゃ力がいるわけですよね。あ、でもかクスノキだとどうなの。そんなに硬くないですから。そうなんですね。ちょうど中間ぐらいですよ、あの硬さは。あ、そうなんですか。うん、あの欅なんかの方はずっと硬いですし、あ、それからヒノキは柔らかいですけど、もうバッチリ研いでないと傷だらけ、うん、傷が残っちゃう、傷が残っちゃうですよね。あ、刃物の切れの悪いの傷が、うん、木肌に残っちゃうので、キメが粗くなっちゃうみたいなところが、ここは本当に傷が残るんですよね。だからもうしょっちゅう研いでる人じゃないとヒノキは使えない。そういうことなんだ。僕みたいなズボラなのはダメなんですいや、そこは僕も仏像も好きだから、クスノキかっていう、もう古代仏像がもう大体、ね、うん、くだらかんのんだ中宮寺の、まあ、弥勒、うん、あんま弥勒とは、まあ、中宮寺では言ってないけども、あ、そうか、弥勒か、逆、あの辺のやっぱりタッチを見ると分かるんですか、あの木あれいやクスノキなんじゃねえのかとかって。いやー、信頼にこう、例えばあの弥勒菩薩って黒いやつですよね。そうです、黒いやつ、ここにお団子乗っかって、かわいいやつね、まあ、素晴らしいけど、あれクスノキだって分かんなかったですね。それから、くだらかんのはなんか本物見る前からクスノキでっていうのは知ってたので、うん、はあ、そうなんですね。あのなんかで読んで知ってたので、はいはい、だから、そう、これクスノキなんだとかって本物見た時に、うんうん、ただまあある程度色残ってるので、うんうん、クスノキの肌っていうのそんなに分かんなかったですけど、あの木肌のまんま、例えば今の仏像さん、仏師さんが彫ったようなやつだったら、まあ、白木のやつみたいなっていうのは分かりますけどね。確かにそうですね、はい、分かります。そうですよね、塗ってあるのが当然の仏像ですもんね、でも船越さんはその、はい、古代の仏像のを作る樹木を使ってんだって、ええ、なんでなんだろうって、そことのつながりはあるのかなって思って、あんまりね、その
なんて言うんだろう、精神的なとか意味的なことでのクスノキってそんなにない、うん、あの理由はなくて、ただただ使いやすい、使いやすいということと、まああと初めにクスノキ、じゃあその大きさでマリア様が大きいのを掘るんだったらば、うん、初めてならクスノキが掘りやすいんじゃないかいって、あの大学院の先生がおっしゃってくれたもんですから、その時に使ってみたら本当に、あ、これなんか相性合うな、へ、ね、粘土とかの違うし、他の鉄とかも授業石でもやったけども、うんうんうん、どれもそんなにピンとこなかったんですけど、うんうん、そのマリア様掘るのにあのクスノキ掘ってたらどのぐらいだったかな、なんか1週間とかもうちょっとかな、1ヶ月くらいかな、なんかすごくこの材質は俺に合うなと思って、そうか、はい、それは体感なんですね、ある種快感でしたね、のみの、そうなんだ、ある程度の力でこうツツツと切れていく、そんなにあのなんていうんだろう、根性入れなくてもある程度スッスッと折れていける、それから叩いても、うん、当然表現の幅も変わってくるっていうことだと思いますね、あの僕ももし欅なんか使ってたらもっとなんか、うん、ううカタカタしたこうカツカツしたこういうやつですね、仕事しかできなかったんじゃないかなと思いますけど、ね、そういうっていうことで言うと、船越さんがその時持ってらしたビジョンみたいなものが、あの柔らかい感じの曲面、まあ、最初からもうイメージしてたってことですか、作る時にこうっていうか、まあ、そっちの方が作りた自分が作りたい形だったというか、肌だったというか、なんかこの木ならばそういうふうに追っかけていけたんですよね、うん、その例えば最後まであのこういうのみとこう土でこう叩いてなくても、うん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 、こうやって最後は滑らかにこういうところをこう、うん、自分で手で押していくだけでも切れるっていうことから、うんうんうん、なんかその柔らかな感じを、うん、出せたんでしょうね、うんうん、出していけるなっていう気もして、うんうん、で最終的には僕の場合顔は、まあ、サンドペーパー使ったりして、うん、もっとこう飲み跡も消してっちゃうんですけど、うんうんうん、それで色塗るんですけどね、うんうん、だからそういうなんて言うんだろうな、柔らかさ自体から、柔らかさある種の硬さから、うん、そのみでやってって、この表面この形も許されるんだ、あこういうのも許されるんだっていうのが分かりながら、うん、だん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 割とリアルな肌にしていこうと思って、それでまあ最初の、マリア様の後の妻の肖像っていう時から多少薄く色塗ってみたりできたんですよね、うんうん、だからそれは割となんていうんだろう、木にこう引っ張られたっていうか、こう誘導されたっていう感じはありますけどね、こういう感じこういう感じって、うん、あこれもいいの僕が言ってるあいいんだいいんだ、あいいんだって、そうですね、あコミュニケーションなんですねきっと、あまあ、ね、そうですね、そういう感じはありますよね、木にこう木と対話するってあんまりなんか言いにくいんですけど、恥ずかしくてだけどどっかでそうコミュニケーションが向こうが何かしてくようとしてくることとかがあるっていうことですか、で、ね、のみで掘ってって、まあ、手で押してってもいいんだ、じゃあもうちょっとこう、うん、繊細な掘りで進められるな、うん、これやっもっと表面肌っぽくするなら、じゃこれサンドペーパーやっちゃっても、うん、ヒノキと違うしクスノキなら許されるなとか、磨いてみた、そっか磨いた材質のまた表面もありますからね、そうすると意外にこう硬くて締まった材質に見えてくるんですよね、そのペーパーがちゃんとかかると、だからそれは多分ヒノキでは起きないことなんだと思うんですよ、なるほど確かに中宮寺のあの黒い人もヒノキだったらあんなツルツルのこう柔らかい、あれなんで黒いんですか、あんなに、あれわかんないですね、まあ、漆がああなったのかな、まあ、当時は色はあったんでしょうけれどもね、だから一番最初にああいう黒い漆かけてその上に彩色していた、でも彩色全く残ってないですからね、そうみたいですよね、うん、不思議ですよね、写真なんかで見るとえブロンズと思えるような肌ですよね、そう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 、しかも古代にこれっていう、そうそうですよね、面白いなって、それになんかあの不思議なのは近代みたいに肌から髪の毛の境目ないですよね、ああそうですそうですね、確かにふわーっと変わってて、そうですそうです、もうボリュームだけでこの辺からは髪ですよっていう感じでそうそうそう、分かるでしょっていう感じで、
やってすごい抽象的ですよね。ですよね。抽象性があるのがすごい。あれはほんま不思議だなと思いましたね。面白い。そう、本物は見たことないんですけど。あ、そうですか。今度なんかまた、はい、あのはまあ、初めてじゃないけど、外に出て東北かな、なんかに展覧会に行く。あ、そうですか。そうです。それ面白いなと、まあ、僕らも、うん、あの応援ができたらいいなというふうに思ってるんですけど、あの建物を変えたいみたいで、その間にこうお出ましになって、はいはいはい、あの結構だから360度見れるんですよ、それが。うーん、実際中宮寺行っても 見れないんで、後ろ背面は、あの許された人じゃない、だから今回はいい機会だと思います。なんか写真で見るとこう柔らかくこうあるんですよね。そうですよね。テラーっとつながってる、スワーッとですよ、ね、行ってます行ってます。でもそれきっちりこうなんていうんだろう、きっちりした後ろなのに柔らかくつながってる、ね、そうですね、そうですね、きっちりした境目なくいろんなものがこうつながってて、うん、そう、そんなにずっと夜型なんですか。もう若い時から夜型なんですか。あ、でもだん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 あのひどくなってきましたよ。え、初めは昼前に仕事場入ってたんですもん。あ、そうなんです、ね、最初の真面目感がありますね。最初のすごい真面目感がある。アシスタントをお願いした頃は、うん、午前の確か11時ぐらいに僕も彼も一緒に仕事場にいたんですよね、うん、それがだん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 12時ぐらいになって、それから1時になって、うん、君だけちょっと先来ててとかって、僕が遅れてくるからとか、だん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 遅くなってで、日の光を見て帰るぐらいの感じにもなってし、いや、日の光は見ないで帰る、見ないで帰る、あ、やっぱ夜のうちに帰りたいんだ。そうそうそう、そうなんですあ、そうなんですね。夜のうちに帰んないとなんか一晩損した気がしてああ、そうなんですね。夜だから、夜のうちに自分の部屋に入って、カーテンの外だけ明るくなってきてるって感じ。静かになってきた方が集中もできるってことはありますか、周りが。そんなことは関係ないですか、夜やるってこと、はい、まあでも大きな理由はもともとはそこだったんだと思いますけどね。あ、だんだん人がいなくて音もなくなってきてでしたね。そんな風に船越さんが一人で作業してるんだと思ったら、たまに夜思い出しちゃうかも今頃やってるんだなーストでと思って。伊藤さん朝型なんですか。あ、いや、もう僕もすごい夜型だったのが40ぐらいからだん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 こう、だん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 夜遅くまでができなくなっちゃったんですね、体力的に。多分単に体力的な問題です。で、早めに終わらしちゃうようになって、不思議だな、はい、自分がこんな朝8時集合ねって言われても嫌じゃなくなるなんて、そんな日が来るなんて思ってませんでしたよ。よく人に映画の仕事とかしないんですか、いや絶対あんな朝早いようなあの家業はしませんって言ったんだけど、近頃はあの話が来たらウケますもんね、その仕事起きれる起きれるって言って。あ、そうですか。起きれるかどうかの問題です。でも船越さんぐらいもう年金にが言ってたらもう無理かもしれないですね。そう、もう僕は無理かな、ね、そうですね。結構寒さがここ大丈夫ですか、寒さ。あ、でもまあ、あのまガンガンやりますか。エアコンバンバンやったりとか、 あとまあ、 あの荒掘りの時には結構動くと。そうか、なるほど。そんなにあの寒くないんですよね。肉体、そうだ、肉体労働ですから、ね、なるほど、そうなんですね、うん。でもあれですよ、60過ぎてからかな、え、俺がとズボン下履くようになりましたいや、履きますよ、これはもうしょうがないです冷えちゃうものはしょうがない。なんかやっぱりね、このズボンの下の足首のあたりが寒い、うんうん、そうですよね。だんだんやっぱりそれまではそれほど気にならなかったんですけどね、うん、履くようになりました。気に体温が変わってきますからですね、これも気をつけていただいて健康に気をつけていただいてで、なんで僕だったんですか、船越さん。そういえば、いや、あの前の、あの昨日グループ展の時に、はいはいはい、あの皆さんで食事した時しました、しました、上野で。なんかすっごい楽しかったそれからなんだっけ、あのご神木の話を。ああ、しました、しました。あの僕が言い出したのは、あのなんだっけ、ナタボリの、うん、あの仏像の話で、うんうんうん、そう、あのノミナートが残ってるのが、まあ木であるってことをものすごく押し出してくるって話ですよね。それで僕はあれ、その秘仏じゃないかと、うんうんうん、要するに、うん、あの箱に隠すんじゃなくて、うん、木の
残りが、うん、残りの部分が残ったまんまにして掘ってあって、うん、あの皮を一枚取れば、うん、中に本当の仏さんの形があるんだよ、うん、でも見れないよっていう秘仏じゃないかっていうふうなことを、まあ、自分の作品掘ってて思いついて、うん、っていう話をしたら、うん、伊藤さんがなんかそれもあるかもしれないし、うん、あのもしかしたらあれ木自体が、うん、そのなんでもともとご神木の可能性があって、ね、とすればほんのちょっとでもあの削って取りたくないと、うん、そのご神木を大事にしてる、大事にしたいと残したいっていうことかもしれない、うん、ああそうかその考えもあったんだっていうのは、うん、すごくなんかびっくりして、うん、それでなんか確かあの時おっしゃってたほとんどなんか原木だけのまんまで持って置いてあるんです、仏像だと言って置いてあるのがあるとかってびっくりした、面白いなぁと思って、うん、なんか人間のその考えることとかなんかその見えないものを見ようとする考え、うんうんうん、っていうか感覚っていうのは、うん、面白いことが起きるんだなぁと思って、うん、そうなんですよ。だからさっきその楠木のことも話して、まあ、古代のいくつかの、まあ、有名な仏像が楠木でできているって話をしましたけど、そのうちの、まあ、例えば百済観音とか、夢違い観音とかの法隆寺のやつ、結構古いやつなんですけど、だいたい龍像ってこう立ってるやつなんですよね。で割とこうカクカクに彫ってあって、もういかにも木が立ってる感がものすごいんですよ、そっちが大事みたいな。中国人なんかはもうもっと木でだったことをもうなくすように作られ、うんうん、その衝動で作られてるけど、そうじゃないやつって大体突っ立ってるんですよね。そうだ、百済観音なんかまさにそうですよね。ね、突っ立ってますよね、本当に樹木って感じ。そうか。で僕はでも船越さんがそのおっしゃっている削ってあるから、その奥に実は、存在がある、つまりそれは衣服みたいな、まあ、衣みたいなっていうか、まあ、膜みたいな感じですか。どういうことですか。あのね、そうか、今作品ないからなんですけどこれの中にもある、うん、例えば丸のみでこう彫った状態で、うん、その丸のみの跡が残ったまんま、うん、残し、終わってる作品なんかが、うん、最近の中には割と多いんですよね、うん、スフィンクスとかでは、うん、どうするんだか中国でこういうのが、まあ、そんなに残ってないかな、まあ、でも分かりますよ、はい、なんかそういう残し方がここのここに、まあ、確かにこうですね、ありますよね、そういうこう、はい、それでそれを残したのはもうこっから先掘らなくてもこの中にあるのは分かる、あの見えるから僕はほっといたんでこれでいいやと思ったんですけど、なるほど、その時にふっと、うん、もう中にあるのが分かるからいいやって言って僕はほっといた、うんうん、じゃああのナタボリっていうあのこう丸のみの跡がしっかり残っちゃってる昔の仏像は、うん、あの中にちゃんとした形はあるわけだなと思って、うんうん、でこうあれを取らないっていうのはその中に形があるの分かるだろうって素人の人に言うのは無理でしょうか、うん、から、うん、なんかそのこれ以上は見せないよっていう、うん、あの、うん、中にあるの分かるでしょ、それをあらわにすること自体がもうはばかられるよ、うん、と、うん、もう言ってあるのはあることを信じようよっていう、うん、であることを信じようよっていうのあれなんかそれあったなと思って、あそうか秘仏ってそうだなと思って、うんそのうんそね、見せないけど、ね、この中に仏さんがいるのを100年後しか見られないんだけど、うん、でも僕らの代ではここにあるのを見ないけど信じましょうっていうことかな。なるほど、面白いな。でそれは見ないけど信じるっていうのはもう宗教そのものじゃないですか。そうですね、そうですね、仏様を見た人、キリストを見た人はほとんどいないわけで、うん、だけど神様がいると信じようっていうのが宗教だとすれば、うん、見えないものを信じるっていうのはもう宗教行為そのもの、うんでこれを残したまんま中にあると信じましょうっていう、いい形があると信じましょうっていうのは宗教そのものなのか、だからあれは秘仏かなと。確かに、もう善光寺なんて絶対秘仏って言いますからね、絶対秘仏っていう言葉がすごいじゃないですか、絶対開かない、永遠に開きませんっていう、それ誰も分からん、あるかどうかなんて誰も確かめようもないし、確かめる気もまあないと、ない
いうことで言えば、向井さんのおっしゃってるとおりです。宗教そのものというか、まさに神様がいると信じようってことですね。確かに。で、割とこうナタ彫りでの残したものは心臓にも多いんですよね、うん、あの仏教というよりはそれが神道に、影響を与えて、はい、やっぱり、神も形を成すことがあるだろうという考えるようになった時に、うんうん、まあ、心臓がたくさん作られるわけですけど、その時に割とナタ彫りが多く使われていて、だからこうなんかこう日本的な信仰のまさにこれ以上見なくていいでしょっていう、うんうんうん、それ以上表すっていうこと自体が不敬だと、うんうんうん、いうことがあるかもしれないです、はあ、うん、それは面白いですね、うん、で今みたいなこういう感じのこうやっぱりのみの跡がこう残ってるんですね、面白いですよ。だからそれでもどっかスケベ根性っていうのか色目というのか、うん、顔はちゃんと作っときたいなと思って、はいはいはい、なるほどなるほど、うん、顔はナタ彫りじゃなちょっとなとかって思うんですけど、うん、その辺をそのああいう仏像って、はい、ズバーッと全部やっちゃったんですよね。確かに確かに、円空仏とかね、ザッチャキジャキみたいな、俺にはできねえなと思うんですけどね。あ、でもわかんないですよね、船越さん作り続けているうちに。まあね、あれってあの時の話がああなったんだっていう。そうですね。まあそういう意味ではだからうちの弟なんか、はい、3年前に亡くなったんですけど、はい、あの絵の方から彫刻に行ったんですけど、うん、彼なんかは僕ができない怖くてやれないような仕事、うん、まあ、デッサンなんかの仕事でこれでやめちゃうのとかって、あそこの後ろにあるのなんか変な顔の、うん、ああ、うん、あの、ああそうなんですね、鼻くそ詰まっちゃったみたいなすごい顔になってるんですけど、あそこでやめられるっていうのはすげえなと思ったんですよね。怖いようなもの、怖いの多い、ね、ありますね、はい、多いんですけどね、つきますね、ああ、まあ、これもそうですね、これも彼のですけどね。あ、なるほど。だからああいうことを怖がらずにいないとこういうものは描けねえんだろうなと思って思いましたね。こうなりますもんね。ああ、だんだんかこういうマグダラのマリアじゃないかな。何でしたっけこれ？マリア。マリアだったか。で、これなんかよく見てるとこの顔の部分だけやっぱり分かるんですよね。ああ、そうなんですね。本物を見ると、あ、ここが顔なんだっていうのがだんだん見えてくるんです。それは見えてくるんだ。はい、あその秘仏現象が起きるようになってるんじゃないですか。そうかも。伊藤さんは物を書くときっていうのはパソコンですか今？昔は全部そうだったんですよ 100%、ええ、でそのこと自体がやっぱり、日本語を壊す、まあ、アルファベット入力することが、ね、ええ、やっぱりさっていうのを SA にするわけだから、ええええ、日本語自体を壊すことになるから面白いと思って、ええ、それをやってたんですけど、ええ、僕16年ぐらいスランプがあって、はい、エッセイはいくらでも書けるんですけど、とか評論はいくらでも書けるのに、フィクションだけがもう書けないっていう、まあ、病気みたいなものですね。で、なんかこう小説を書こうとすると萎えちゃうとかバカバカしくなっちゃうっていうか、ものが何そんなこと書いて何になるんだとかって困ったもんですね。そう、困ったもんなんですよ。それ本当にそれは苦しかったんですけど、その時に手書きに戻そうとずっとしていて、である時割と万年筆みたいなもので合うものが出てきて、スラ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 、要するにデッサンができるようになったんですね。結局文章をあのコンピューターでやるといらないもの全部デリートしちゃうんですよね、うん、で残った痩せ細った文章だけで何かを作ろうとしてるけど、こう書いてるともういろんなフレーズを書いといて、こう線を引いてご、ま、あの消しても残ってるじゃないですか、あ、これまたこっち持ってやったら書けるようになってきて、はあ、で一番最初はなんかあの最初から決まった話でもないから、なんとなくこんな感じ、書き出しはこんな感じかなとかってやってる、で何枚か溜まったら初めてそれを全部コンピューターに自分で移して、なんか離陸していく感じですか。あ、いや、まさに今だから船越さんにスランプの時どうすればいいんですかって聞こうと思ってたら、その僕はだから手を動かすことで助かったっていう
ことがまあ一度ある。でも今後書けなくなっちゃったりした時にどうするかは分からないから、船越さんありますよねきっと、スランプというかこうでなんかできない。あ、まあありますけどね、うん、今もそうかな今しばらく作ってないっていうか、ここのとこ数年すんごいペースダウンしてちょっとまずいなんですけど、うん、でもやっぱり今おっしゃったように手を動かし、結局は手を動かして、うん、動かし、どんなちっちゃい手でもいいから、うん、動かし始めることでしかスランプから抜ける方法はないなっていうのは思ったことありますね。なんかでやらなければやらないだけ、うん、やってない自分が許せないし、そうなんですよ、ですよね、どんどんプレッシャーだけが大きくなってきますよ、 ますよね、うん、いいもの書かなきゃって思うんですよ ね、うん、ね、それプレッシャーになっちゃう。それでまあやってない自分が許せないと、もっと俺なんこんな俺なんかに作れるはずがないみたいになってくるわけですよ、ね、そう、まあ、分かります。アーティストにとって自信がなくなるほど恐ろしいものはないですね、やっぱりね、うん、それで気晴らしに子供のおもちゃなんか作ってたことがあって、うん、昔なんかある程度はそういうこと、そういう作用もあったんじゃないかと思いますね。なんか女房に本紙に絵描いて 、うん、本に束ねて、うん、革で表紙作ってとか、子供たちになんかおもちゃ作ってんのも、うん、彫刻はできねえけど手を動かさなきゃとかっていうのがあって、うん、多分そんなのもあったと思いますね。うん、最近でもなんかあのラフの裸の、はい、女の人のデッサン、こんなのをこう割と厚いちゃんとした水彩紙みたいのにこう書いて、それをカッターで切り抜いて立つようにして、あのそんなの何枚も作ってたの、2、3年前かなあれ、うん、そんなのもそのスランプ脱出法ではないけど、なんか手を動かさないと、うん、っていうことだったのかもしれないですね。なるほど。しかもすごい面白いのはそのまあそれを本の形にしちゃうとか切り抜いて立てちゃうとかっていうことが、ええ、他の仕事のシリーズとは別なことをしてるんですね、船越さんね、そういう時に、そうですね、うん、そう、遊びに近いといえば遊びに近いけど、ええ、もう一個言えばあの現代アート的なアプローチというかインスタレーション方向に行くっていうか、うん、でもそれは個人的な遊びとしてやってるっていうことは、うん、まあ、そうですね、さっきからあの前半に花子さんなんか言ったこのなんかスケベ根性がないやつですよね、ものすごく純粋にただ物作るだけの作る、そうですね、ということですよね、手を動かす喜びみたいな感じで、うん、なんかそういうのでもいいからそこからでも自分を許して、うーん、で許されれば多少気持ちも楽になってって、うーん、すると前にあんなもんできたんだしとかって思うと、なんかまあ次に始めやすくなるかなとかっていうのはあったと思いますね。うん、そんな感じ最近でもまあありますけどね。そうですか。 割とやらなあの作品に手がつかなくなって、うん、まあそういう時に割と最近は小さめのデッサンで、そうか、その道があるっていうことですね、逆さまにやってるとそれでなんか変な工夫ができると、うん、面白いじゃんとか、なるほど、それですよね、うん、でちょっと許せるとか、そういや、すごい、その自分を許せるっていう言葉はもうすごいめちゃめちゃ腑に落ちましたよ、ね、自分はそういうふうには表現をしないでいたから、多分自分でそれをごまかしてたんだと思いますけど、結局自分を許す力がないと実は物は作れないんですよね、と思うな、ね、ある意味自分許すの得意だしな俺いや、それはないでしょ、恥ずかしながら、いや、だって自分を許すってことはまず自分に自分を突きつける力、長自我が強いから一回ストップしちゃうわけでじゃないですか、うん、これ今やってもしょうがないだろう、これもうこの間やったのに以上ややれないだろう、うん、とか自分を責めちゃうっていう好き毎日のように責めちゃう、せっかく忘れてたのにごめんなさいいやでも、うん、そういうとこありますよ ね、それありますね、あ、やっぱ先輩でもそうなんですね、いやそれはすごい、もう物を作ってる人たちが今これ見たら、ああの人もそうなんだってそれで俺許さなきゃなって思うと思いますよ、すごく、なんかね、あの
そんなにしょっちゅう新しいものを見つけられるわけじゃないから。そうなんですよ ね, ねそんなに頭だけが先行していっちゃうんですよね。そうそうそう、だからそっかと思って、場合によっちゃその二番煎じって言われようととにかくいいんだこれ作ってればこれ作ってる間に何か見つかるかもしれないし、なんかそういうことはありますね。だから本当にそのなんか一個一個新しいものを常に考えてなんていう作家、そんなにいるのかなと思って、で常に新しいものを開拓してったって言われる作家はいますけども、でもやっぱり作品見てみると、この作品とこの作品とこの作品はまあ同じ、何アプローチだよねっていうんです。だからこの一点とこの一点とこの一点の中で何もなんか新しいコンセプトを見つけてるわけではないだろう。で技術が全く新しいとかいうわけではないんですね、絶対。だからそのそれだけど彼の中では多分やり続けなきゃっていうことがあったんだろうなとは思うことよくありますよね、作家の作品見てると、ね、なるほど、それがなんか思い込みだと青の時代っつったらこことここパッキリあるみたいに思っちゃうけど、それグラデですよね、絶対。そうだと思うんですけどね、後から誰かが言ってるだけであって、現実にもの作ってるとそうそう毎回毎作品新しいコンセプトってわけにはいかないでしょうし、まあ、船越さんのまず最初にやりたいこととか好きなこととか、好きなタッチとかモチーフとかっていうことは変わらないわけだから、それつまり それそのバリエーションをどうするかの問題をどう見るかですね、だから ね相手は。あとはきっと一つのあなんだろうコンセプトみたいなものがあったとして、それで作品作った、でそれでそのコンセプトのものは全部そこで表現されたように周りは取るかもしれないけれども、でもその人の中ではこのコンセプトでもっといい作品があるかもしれないっていうのはあって、そうするとやっぱりこの同じコンセプトでいくつかやり尽くしてみないと作品を何点か、そうするとなんか納得のいく作品が一つできて、そしたら次のコンセプトの作品に移っていけるとかっていうこともあるでしょうから、だから同じコンセプトでいくつか作るってことは当然作家側としてはもちろんあっていいことなんだよなとは思うんですけどね。確かに確かに、しそれを一個作ってみないと、作った途端に分かることってあるじゃないですか、あこれのこういうところがこのバージョンも欲しいなとかって、作らないと分かんないですよね。あれそうですよね、後から見る人は歴史でこう単線でいうふうに見ないから、なんでこれ同じようなことしてるんだ、いや違う、その時こう進んでってんだっていうことを分かってほしいんですね。そうですね、それは絶対あると思うんですよね。物を作ってみて、それなんて言うんだろうな、頭の中だけじゃなくてその現実に目の前に物が置かれて気づくこともあるわけで、作ってる本人にとっても。だから作ってみて、あこれこっちへした方が良かった、そしたら同じコンセプトだけど、何にも変わってないんだけど、違う作品もう一点作んなきゃっていうことは起きてきますよね、起きてきますね。そのこと自体がその人の、まあ、アートなんだっていう、全体がね、なんだっていう、どうしてもやっぱり作品点で見られちゃうわけなので、やっぱこっちから見てる見方とそっちから見てる見方がちょっと違っちゃうと、でも自分もこっち側に回っちゃう時があるから、なんとなく、あこう言うんだろうな あの人たちと思って、この人の立場になっちゃってる時あるんですよ。そうですね、あるじゃないですか、それありますよね、っていうかその客観性も持ってないとやっぱいけないと思うし、自分の主観だけでものを作るというよりは、その時に苦しみが起きますよ ね先輩どうしたらいいんですか。やり続けるしかないか、ね、だから大して評価もちゃんとしてくんないな、こんなに好きなのにとかっていうこともあるし、大したことないなと思ってるの評価されることもすごくあるし、そこでギャップですごく苦しみますよね、もの作ると。でもそうですね、サッカーやっぱやり続けてて、だからなんていうの、よく言われることかもしれないけど、打作も多い作家、いい作家ってきっと打作も多いんだろうなとかって。確かにそうなんですよ、そう思わないとやってらんないところなんで。そうです、そうです。
ダサ作を書いてない作家はいないと思います。ですよね。僕も好きな作家たくさん、まあ、いますけど、その人たちの全集とか追ってみたら、ええ、なんだこれってものも結構必ず書いてますよ。まあ、それはそうですよね。何かトライしようとして自分にそぐわなかった場合は当然出てくるし、うんうんうん、でもむしろダサ作ってチャレンジしてるから生まれることだと思うんですよね、うんうんうん、僕だ、それはチャレンジの後として、まあ、見れば、その人のエネルギーみたいなものを、まあ、燃やすためのエネルギーだったんじゃないかなって思う、うんうんうん、もう人のことは思うことはできる自分のこととなると自分を許さなくなる、よくないですね。それはありますよねなんかでもさ、なんていうか、まあ、その宿命ですよね。うん、あ、そうか、宿命か。もの作ってそれを、なんていうんだ、発表する、はい、っていう時にはやっぱどうしても、なんていうんだろうな、考えたことだけで終わってなくて、リアルなものにして出すわけですから、うん、文章でも、うん、あの彫刻でもそうだと思うんですけど、そうすると観念の時には 100% 完全なようなものに思えてたけども、うんうん、リアルな現実のものにするとどっかに欠点があったり落ちてるところがあったりして、うん、そうするとやっぱりまだ次にちょっとここ直さなきゃとか、うん、あ、ちょっとこれ加えた方がいいとかっていうことは必ず起きてくるんじゃないかなと思うんですよね、うん、はい、でそれは起きてくるってことは、要するに何するんだっていうと、作り続けるしかないんだろうかっていうことかな。そんなことにいちいちめげてる場合じゃないぞと本当はね、だってそれにめげて作れない期間ものができないんだから、そうですね、自分の人生は有限だから、っていうことですよね、やっぱ作り続けてれば、ね、そこになんか確かな、うん、自分が少なくとも確かなものは出てくるだろうと。だから時々いるすごい作家で、うん、本当に ある時点で作るのやめましたとか、はい、それから何十、はい、とかね、うん、何十年やってないと思われてたとか、そうです、まさにデュシャンです、ね、デュシャン、そうですよね、あれはすごいな、あれすごいですよね。僕もデュシャンはものすごく大好きで、学生の頃からあの人に憧れちゃって、ええ、あ、そうですか。うん、自分でいろんな分野に自分を繰り返さないっていう、まあ、有名な言葉があって、うんうんうん、それが自分にとってもすごく大事なことで、ええ、なるべく何かやったら次の違うジャンルに行って、ええ、もうどんどん歌詞を変えてこうやってきてるのは、デュシャンの悪い影響なんですけれどもあ、なるほど。あーは諦めることができない、そうですよね、ですよね、普通は。あの人はね、やっぱちょっと特別ですよね、うん、やっぱりね。そうですね。だから現代で、今でもその現代美術って言われるような作家の作品で、うん、結構なものは、うん、それ多分同じようなことをデュシャンがやってますよっていうのは、だいたいやってますよっていうのはね、8割ぐらいそうかもしれないですね。そのぐらいに思うことあります、ね、そうです、これデュシャンなんだよな。逆に言えばデュシャンっていう人がすごかったっていう気がしますね。本当にそうです、そうです、確かにそう思います。初めは僕分かんなかったんですけどね、うん、何がいいんだとかって思うのがあったんですけどだけどやっぱりいろんなこと見てると、今でも、うん、今現在進行形の現代美術の作家、うんうん、悪いけどそれってデュシャンやってますよってそれをこう含んでることはやってますよねっていうのは結構多いですよね。決定的にそこからこうひっくり返したようなことが起きることはなかなかないですね。なかなかないですよね、うん、本当にやっぱりすごいなと思うんですよね、うん、僕フィラデルフィア美術館に行くときに気づいて小説の中に書いたことがあるんですけど、フィラデルフィア美術館ってこういう形になってるんですね、はい、これ子宮の形で、ここがこうずっとこう斜めに、フィラデルフィアの街を斜めにこう突っ切ってる道が、まあ、それに対してこう垂直というかにこうなってるんですけど、はい、これね子宮の形に見えるんですね、上から見るとね、で子宮の形にデュシャンの部屋はちょうどここのこう、まあ、卵子がこう出てくるようなところにちゃんとあって、でそこにあの遺作があるんですね。でそれで遺作の方向も見ると確かこっちに向いてるのかな、はあ、それでつまりあれ一人の人間しかその度には見れないじゃないですか、1対1っていうことはこれ精子がここに入るみたいなイメージで、デュシャンこフィラデルフィアにしたのはこういうことかって思ったことがあって、あの人いちいち来るわーってまあそれは勝手な僕のあれですけど、思わずどこでも発表しようがないから自分の小説の中に入れて発表して、だからそういうなんかこう
言わずにいろんなことやってても不思議はない人じゃないですか。そうですね、うん、すごいなと思いました。20年ぐらいやるでしょ、あのチェスしかやってないと。そうですそうです、言ってたんですよね。そうです、思われてたんですよね。しかもその時代フランスナショナルチームのキャプテンですからね。めっちゃ強い。チェスの、チェスの、うわ、うん、国のチームのキャプテンなんですよ。うわ、 そ, うわ、それ知らなかった。そうです。で、僕チェスにガーッと入り込んじゃった時あってデュシャンオープニングっていうデュシャン 特有のオープニングさえあるんですよ。ナイトが先に出るんですけど、ええ、どっちかのナイトが出る、それをデュシャンオープニングって今もチェスの世界ではそう言われてるんですよ、はい、すごいですよね。かっこいい、かっこいいんですよね。それはもう特別だな。そうですね、特別ですよね。何でも作ってるし、わけわかんないし。でも下、あの遺作の下はちゃんと市松模様になってますから、チェスのこう印はあるんですね。はい、うん、面白いですよね。いやー、すげーな。そう、すごい、すごい。そうか、いや、だからすごい人ってやっぱいるんですよね、うん、すごい人は確かにちゃんといてくれて、うん、そうですね、うん、いてくれて、うん、だからそういう人はもう別格としてこうちゃんといてもらって、うん、ちゃんと評価をそのまま残していっていただかなきゃいけないけども、うん、まあそういう人がいてくれるおかげで自分定点があるから自分がどこにいるかも分かるし、うん、そうですね、北極星みたいな、ね、そうですそうです、あっちに向かいたいなってことさえ分かってれば、うん、そうですよね、友人もできていくし、はいはいはい、あ、やっぱり好きなんですねっていう人ができていくし、うんうん、そういう友人同士でこうコミュニケーションしながらやっぱりものを作っていかないと、やっぱりさっきじゃない、うん、なんじゃないけど落ち込むことも、うん、多いから、ね、大事なのはそういうなんかこう友達ですね、うん、それほど孤独に強くもないし、うん、そんなにいつも人がいないとダメってわけじゃないんですけど、全然それは平気なんですけどね、うん、だから、うん、そんなに孤独な人間ではないけれども、うん、なんか孤独は孤独で大事なもんだっていうのがあって、うん、なるほど。今何言おうと思ったんだっけ。大事なことなんじゃないですかこれなんかね、数年前にアメリカ人の翻訳家の人だったかな、なんかアートとしてのインタビューを受けて、うん、ここでその時にその方が言ったんだと思うんですけど、あ、違ったかな、充実した孤独っていう言葉を、誰だったっけな、違うか、あれかな、美術雑誌 の編集長の一井さんだったかな、亡くなった方ですけど、どっちかの方がおっしゃったことで、充実した孤独っていう言葉を吐かれて、なんかすごくやっぱビビビッときて、確かになんかすごく大事な言葉だし、特に今の日本人にはきっと大事にした方がいい言葉だろうと思って、確かに、で今年なんか特に充実した孤独っていうのは若い人にも伝えたい言葉だなとかって思って、本当ですね、うん、孤独をすごくマイナス面で捉えることが多いけれども、そして孤独だと思ったらすぐネットでつないで誰かとツイッターで喋っちゃったりするから、 その時ここ充実した孤独ができる時間なのにって思った方がいいってことですよね。そうそうそう、うん、だと思うんですよね。あ、なんか そんなことを、そうだ、それが足りないのかな、うん、現代には。特に今年 そのコロナで、はい、いろいろな本当ならそういう時間を持てるはずなのに、うん、そうですね、それをなんかマイナス面とだけ捉えちゃうのはそんなんじゃないのかなと、うん、確かに僕は別にコロナになってから何も特別なことしてないんですけれども、うん、時々なんかこうコロナになってからこういうことをやりましたとかっていう話で、うんうん、いい話になると、うんうんうん、いやなんか充実した孤独をうまく、うん、利用してらっしゃるなとかって、うん、確かに思うことがあって、僕もこれはある意味で強制的に与えられちゃって夏休みなんだと思った方がいいんじゃないかと思っててその夏休みにどういう課題を自分でやったかっていうのが、はい、開けた後、分かるっていう、うん、これから分かる、うんうん、その時にあ、自分はこうだったなっていうことがきっと分かる時が来るんだろうから、うん、まあでもそれが何年先か分かりませんけどね、はい、それはそれで確かに充実させておかないといけませんね、貧相な孤独では。ただの孤独だから、それ。そうですね。